気をつけていきましょう。 ここがタルタロスか。 早速来やがったな。 行くぞ。 フェアリーテイル！
お宝ゲットよっ。さあ行くわよ。愛が精霊を強くするレグレスインパクト。天竜の方向ドイよっ。さあ行くわよ。愛が精霊を強くするレグレスインパクト。天竜の方向ルーシーキリッドこのくらい楽勝ね。愛が精霊を強くするレグレスインパクト。天竜の波下ろし。よし痛いわよ。やったー勝ったわ。よし義兄、あの男しくじった。京華様の前で恥をかかせるなんて。元議長様、ジェラールが見つかったのですかな。議長様に。あれほど厳重に隠蔽されてた鍵がこうもあっさり譲渡できるなんて信じが。本当かな。ではこれで封印が解けるということか。キューブも反応している。フェイスの封印が解かれた。座標は出現予想地点とはかなりずれてますな。構わん、起動させろ。ここからでは無理ですな。遠隔操作は不可能。フェイスは手動でしか起動できなくなっております。正確には元議長様なら遠隔操作ができたのですがね。こなたとしたことが誤ったか。
仕方あるまい。誰かを向かわせるか。揺れてる。何が起きてんだ。夏、見て。剣だ。それで鎖を切れるかも。フェアリーテールに侵入を許すとは。エルザを使うか。人間どもには人質という手が有効だ。待ってたぞ。捕まえたわよ。そなたらどうやって牢を。エルザはどこに。随分と可愛がってもらったからな。たっぷりと礼はさせてもらうぞ。ミラとエルフマンはどこだ。エルフマンというものは知らない。ミラというものなら二層上のラボにいる。もう手遅れかもしれんがな。私行かなきゃ。ナツ、お前も行け。ここは私に任せる。わかった。やってやる。
よし。よし、始めよっか。
宝だ。よっしゃ、行っちゃ行くか。なんて勝つだ。リサーナ、先に行け。ここ。分かった。ミラネーたち助けて戻ってくるよ。よっしゃ、行っちゃ行くか。やはりここまで来てしまったんだね。分かっていたけど。ここはゼレフ諸家タルタロス、僕の本が住む都。ゼレフ。このギルドは僕が作った悪魔たちによって結成された。タルタロス、別名ゼレフ諸家。ギルド自体は僕が作ったわけではないよ。マスター END が作ったらしいね。
END。 イグニールが殺そうとしてたやつだ。殺せなかったの間違いだよ。だったら俺が倒す。親父の意志を継いでやる。君にならできるよ。ただしこれだけは忘れないでほしい。イグニールには殺せなかった。ああ、僕の作り出した最強の悪魔 END。 君も選択を迫られるだろう。生かすか殺すか選ぶのは君だ。僕はこれで失礼するよ。待てよ、意味わかんねえよ。タルタロスは僕に会うためにこんなことをしている。それを僕の方からのこのこ出てきたんじゃ、興ざめというものだろ。僕にたどり着くのは君か ENT か。また会おう。何なんだあいつは。さっきの振動は何だ。フェイスの封印が解け、我々の城が反応した。まさかジェラールを。殺してない。だが封印は解けた。別の方法でな。貴様らの目的は何だ。大陸中の魔力を消滅させる兵器フェイス、そんなものを使って何を企んでいる。全てはゼレフの元に帰るため。かかったな。これは魔法を封じる拘束具。呪法を持つ我々には何の効力もない。ゼレフの盲信者か。我々はゼレフの愛によって記された書物。書物より生まれし者。ゼレフ書の悪魔。行くぞ。また楽しませてもらうとしよう。こなたは人間の通覚を強化するのだ。フォトンスライト。こなたは人間の通覚を強化するのだ。また可愛がってやる。耐えてみせるがいい。ユニティソード。カント、ユニティソード。フォトンスライト。カント、ユニティソード。こなたにこれほど傷をつけようと。これを使う。こなたは人間の通覚を強化するのだ。人間の通覚を強化するのだ。
まだだ。